こんにちは。今回はロジクルの MX マスター 3S っていうマウスを紹介しようと思います。で、僕はこちらの旧モデルの MX マスター 3っていうマウスを2年近く使っていて、で、このマウスが本当に機能的で気に入っていました。で、最近ちょっと新しい仕事をすることになったんですけれども、家ではなくてオフィスで仕事をすることも多くなったので、オフィスでもこのマウスを使いたいなって思って、最新版のこちらの MX マスター 3S を購入しました。まあ、なので家では新しく買ったこちらの MX マスター 3S を使って、で、オフィスでは今まで使っていたこちらの MX マスター3を使おうと思っています。で、マウスの機能とか見た目自体に、まあ、ほとんど違いがないんですけれども、この MX マスター 3S はすごくおすすめのマウスだと思います。まあ、なので今回の動画でこれを紹介して、 MX マスター3との微妙な違いも紹介しようと思います。こちらが MX マスター 3S のパッケージなんですけれども、同梱物はすごくシンプルです。このマウス本体と、あとこちらの専用のロジボルトのレシーバーと、あとは充電用のケーブルが入っていました。で、マウスはこれ後ろにオンオフの電源スイッチがついていて、このスイッチをオンにすることで使うことができます。で、あとこのマウスは3台までのデバイスで使うことができるんですけれども、この電源スイッチの下にあるこちらのボタンを押すことでデバイスを切り替えることができます。複数の PC やタブレットなどを使う場合は、まあ、マウスがこれ一つで完結するのですごく便利です。で、あと MX マスター 3S はワイヤレスマウスなので、もちろん Bluetooth 接続でも使うことができますし、Bluetooth 自体もかなり安定しているんですけれども、こちらのロジボルトのレシーバーを使った方がより安定していて、ラグもほぼ感じない気がします。まあ、なので自宅で使うときは僕はこのレシーバーを使って、で、この MX マスター 3S を使うようにしています。で、ケーブルはこれ両端がそれぞれ USB-C とあと USB-A のものです。で、マウス自体にはここに USB-C ポートが搭載されているので、他の機器で USB-C のケーブルを使っているようならそちらのケーブルを使ってもいいと思います。で、MX マスター 3S は個人的に欠点はほとんどないなって思うマウスです。で、気に入っている点は本当にたくさんあって、昔も旧モデルの MX マスター3の動画で紹介した気がするんですけれども、特に好きなポイント3つを改めて紹介しようと思います。で、まず1つ目の気に入っている点はボタンが豊富で操作性が圧倒的にいいので作業効率がかなり上がるっていうことですね。で、このマウスにはボタンは合計7個ついていて、ホイールが2個、この縦スクロール用と横スクロール用のものがついています。で、縦スクロール用のホイールはボタンも兼用になっていて、これカチカチとクリックできるようになっています。で、縦スクロール用のホイールは一度これスクロールすると高速でブレーキなしで画面をスクロールするように設定することができるので、まあ、長いウェブページを見たりする際に重宝しています。で、ボタンはそれぞれカスタマイズしてそれぞれにアクションを設定することができるので、まあ、自分が頻繁に使用する機能をそれぞれのボタンに割り当てておけばマウスをクリックするだけでストレスなく作業をすることが可能です。で、クリックだけではなくてマウスのボタンを押しながらマウスを上下左右に動かした際のジェスチャーに応じてもいろんなアクションを割り当てることができます。まあ、なので例えばスクリーンショットであるとかコピー&ペーストなどのよく使う機能をジェスチャーとして割り当てておけばキーボードを極力使うことなく右手をマウスから離さないまま作業をすることができて本当に便利です。で、例えば僕の場合はこのトップボタン、これをよく使うんですけれども、トップボタンをクリックしたらスクリーンショットで、クリックしながら上にマウスを動かすとコピーで、クリックをしながら右に動かすとペーストっていったように、まあ、あくまで一例ですけれどもよく使う機能をマウスの動作一つで簡単にできるように設定しています。あとアプリごとにアクション設定をすることも可能です。僕は動画編集ソフトのダビンチリゾルブでよくマウスに設定したショートカットキーを使います。
で、動画編集の際に特によく使うカットであるとか、あとはトリム、あとリップ削除などのアクションをマウスに割り当てておくと、まあ、クリック一つで編集アクションができるので、作業効率化になってかなり便利です。例えば僕の場合、ダビンチリゾルブでは、このホイールボタンをクリックするとリップ削除。で、トップボタンを押すとカット。で、進むボタンを押すとフッテージの左側をトリム。で、戻るボタンを押すとフッテージの右側をトリムっていった風に、よく使うアクションをボタンに割り当てて作業を楽にするようにしています。で、二つ目の気に入っている点は、無駄のない人間工学に基づいたデザインです。本当にこのマウス継ぎ目が少ないので、デザイン的にも美しいですし、この手を置いた時のフィット感がすごく心地いいです。デザインに継ぎ目の多いマウスは、この継ぎ目に汚れが溜まって清潔感を保つことが難しくなってくるので、まあ無駄のないデザインは個人的にすごく気に入っています。で、あと、マウスの持ち心地が悪いと、長時間作業をした時に手首が痛くなってしまうんですけれども、このマウスは普通のマウスよりも長時間使った時の手の疲れが少ないです。まあなので、作業時間が長い人で集中できる環境を求めている方には、すごくおすすめのマウスです。で、三つ目の気に入っている点は、電池持ちがいいことです。この MX Master 3S はフル充電で、最長70時間もワイヤレスで使用できます。まあ、やっぱり頻繁にマウスの充電が必要となると、それだけでかなりストレスになるので、この電池持ちの良さはかなり高評価ポイントですね。で、万が一充電が切れた時でも、たった1分間充電をするだけで3時間程度は応急処置的に使用ができるので、たまたま充電が切れたという時でも全く困ることはないです。まあ、ワイヤレスで長時間安定的に使うことができるのは、本当に作業のストレスを減らしてくれて気に入っているポイントですね。で、この MX Master 3S は、こちらの旧モデルの MX Master 3と本当によく似た見た目なんですけれども、スペック的な違いはほとんどないです。で、一番大きな違いは、このレシーバーが違うことですね。ロジクルの PC 関連の機器は、こういった専用のレシーバーを使ってワイヤレスで使うことができるんですけれども、こちらの MX Master 3S は、この黄色のロジボルトっていう新しい規格のレシーバーに対応していて、で、こちらの旧モデルの MX Master 3はユニファイングっていう古いレシーバーに対応しています。で、ロジクールの製品のレシーバーはこちらのロジボルトに統一化される流れになっていて、そちらの方がセキュリティレベルが高いみたいですね。で、あとロジボルトのレシーバーは、これ一つにつき最大6台までのデバイスとペアリングできます。で、僕は家のパソコンのキーボードに関しては、すでにロジボルト対応のものを使っていたので、まあ家の PC 環境はこのロジボルトに統一してシンプル化したいなって思っていたので、まあ今回こちらの MX Master 3S を新たに購入して、家で使うようにしました。まあ違いとしてはそんな感じですかね。この新型と旧型でセンサー方式が若干違うみたいなんですけれども、まあ使っている分にはあんまり違いを感じないです。で、充電ポートはどちらも USB-C 対応ですし、まあ、デザインや機能的な違いもほとんどないですかね。まあ、強いて言うならば、クリック感はこの MX Master 3S の方が静かでカチカチという音が出ないので、そこは好みの問題もありそうかなって思います。まあ、個人的には慣れるとクリック音は静かな MX Master 3S の方がいいなって思いますかね。はい、そんな感じで今回はロジクールのマウスの MX Master 3S について紹介しました。まあ、このマウス1万5000円以上するんですけれども、個人的には作業効率がかなり上がるマウスだと思うので、価格以上の価値は絶対にあるなって思います。まあ、業務効率を上げて作業時間を減らすことで自分の自由な時間を確保できると思うので、こういった道具には早いうちから積極投資するのがいいと思います。で、特に会社員として仕事している人は、会社から支給されるパソコンやマウスを使っているとかなり使いづらくて、作業効率が悪くなっている人も多いんじゃないかなって思います。あと、会社の PC って Windows のことも多いと思うんで、普段 Mac を使っている人が Windows のショートカットキーも覚えようとするとなかなかしんどいんですよね。まあ、なので、会社のセキュリティ的に許されるのであれば、まあ、今回紹介したこういったマウスを使うことで、まあ、ボタン一つでいろんなアクションを直感的に適用することもできるので、かなり作業効率化につながる気がします。まあ、そんな感じで興味がある方は参考にしてみてください。ではまた。